ました。対応可能な付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。繰り返す。こちらクローバー王国魔法騎士団本部。王都に賊が侵入した。対応可能な付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。私の邪魔をするな。I hate loading screen. It's so freaking annoying. 魔導士の皆さん、俺たちは仲間ですよ。操られてるのよ。聞こえてないわ。こいつらには悪いな。リセットするよ。死ぬよりマシだろ。さあ、こいつで。決めちまえ。なしの一撃はまだ戦える。ちくしょう、逃げられた。カルナ、ヤミ、あなたあいつのこと見てすぐにカルナって呼んだわよね。ああ、あれはカルナだ。でもなんか中身はまるで別人だった。俺たちと最初に会った時に言ってたやつか。そうだ。お前たちに会う直前に俺はあいつを追ってあのダンジョンに行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは団長が28歳なんだから14年も前のことよ。ねえ闇、カルナはその時何歳だったの？確か18だ。闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや、全く変わってないように見えたな。闇と同じように若返ったとか？そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、賊撃退よくやってくれたね。魔法帝、お疲れ様っす。このさん誰？君は闇？闇かい？あの魔法帝、実はダンジョンの奥で若返り。いやー、でも昔を思い出すよ。その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか？そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかな。と、そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に賊が侵入したことでしばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然賊を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに賊の追跡を任せたいんだ。ヤミ、君はそのカルナという人物と縁があるようだしね。引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった。何か分かったら報告してくれたまえ。はいっす。はい。
カルナ・フレーゼ。30年前に途絶えたフレーゼ家の一人娘で、当時の年齢は18歳。記録によればすでに個人となっている。じゃあこの間オートで暴れたあいつとは別人ってことっすか？まあ普通に考えればそうだよね。なはずはねえ。あれはどう見てもカルナだった。そもそも30年前に死んでんなら俺があいつと会うわけねえだろ。14年前に会ってるってことだものね。それなんだけどね、カルナ・フレーゼの死亡届は14年前に出されてる。30年前に途絶えた家の人間がなんで14年前に死んだことになってるのよ。間の16年はどうなってるの？それはわからないな。何がなんだかさっぱりわかんねえ。お墓の場所もわかってるけど行ってみるかい？ああ、教えてくれ。左がフレーゼ夫人、真ん中がフレーゼ卿。多分この簡単な墓標がカルナのものね。夫人は40年前に亡くなってるわ。でも偶然だね。こないだ行ったダンジョンから目と鼻の先なんだから。おかげで今日はほとんど歩かずに済んだよ。なあヤミ、お前とカルナって人はどういう関係なんだ？あいつと会ったのはそんなに昔じゃない。つっても俺にとってってことだが、俺はもともとこの国の人間じゃなくてな、ある時クローバー王国に流れてきた。居場所もねえし、あちこちフラフラしながら強えやつに喧嘩ふっかけたりして腕を磨いてたのさ。そしたら俺に負けた野郎どもがなんか勝手についてきちまってな。俺は俺でもう最近全然負けることもなくて、フラフラすんのもちっと飽きたから、そのついてきた連中としばらく一緒にいたんだよ。その日も食うもの取って帰る途中でな、割といい服着た女が行き倒れてたんだ。気ぃついたか？ここは俺らの家。このホラー穴が？家の定義について話し合うつもりはねえよ。お前なんであんな場所にいた？行くところがなくて。家はなかった。そうか。おてめえら新入りだ。え？またかよ兄貴。しょうがねえな。え？え？そうしてカルナは俺たちと一緒にいることになった。最初は大変だったぜ。やれこんなものは食えないだの、地面で寝られないだの。まあでもしばらくしたら俺らと同じものを普通に食うようになったな。カエルとかと。話がちょっとずれたな。そっからしばらくしたある日の夜、俺たちはとある貴族の屋敷に忍び込んだ。ここだな、その腐れ貴族の屋敷ってのは。ああ、あくどい商売でかなり溜め込んでるって話だぜ。ねえ、本当にやるの？あくどく稼いだ金を少し返してもらうだけさ。これは俺たち貧乏人の当然の権利。別にてめえらが払った金じゃねえだろ。ここ外れか。そっちはどうだカルナ？どうしてカルナ、どうしてこんなところにこの首飾りが？おい、どこ行くんだカルナ？あいつは急に様子がおかしくなった。そして向かった先には屋敷の主がいた。久しいなミネス。誰だ？この姿ではわからぬ。この魔道具はどうだ？貴様が奪ったものだ。まさかバカなフレーゼなのか？
お前はあの時死んだ。死んださ。そして私を殺した貴様たちに復讐に戻った。何してんだ、やめろ。誰だあれ、賊だ。忘れるなよ、我が恨みを。カルナ。カルナを追って俺はお前らと出会ったダンジョンにたどり着いた。カルナに追いついて、ダメだ、お前たちに会う直前に何があったか思い出せねえ。すまない、緊急事態だ。王国が管理している各地のダンジョンやゴーマ地帯に白夜の魔眼が襲撃してきた。すでに他の騎士団員も対応している。君たちもカルナの件は一旦中断して対応してほしい。以上。よし、俺たちも行こう。ええ、俺はこのままカルナを探す。ちょっと、その白夜ってのは俺には関係ない。カルナの居場所に心当たりあんのか。ない、が手当たり次第探す。わかった、この通信魔道具を持ってけ。何かあったら呼べ、すぐに助けに行くから。なんでだ、俺は俺の都合を優先してんだぞ。仲間がそうしたいって言うなら俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。おう、アスターロエコ、早かったな。悪いわね、わざわざ来てもらって。普通に礼くらい言えねえのかよ、まったく。まあ、お前ら新人コンビだけじゃ頼りねえしな。俺を呼んだのはいい判断だぜ。さあ、覚悟はいいかてめえら。行くぜ。はいっす。お前ら来る前に少し様子を伺ったが、こないだの王都と同じだ。ここで監視してる王国の魔導士たちがどうやら操られてやがるぜ。なら魔導士の人たちを正気に戻しましょう。どうだ、魔力なしの一撃は。いけ、まだ戦える。いけ、やったぜ。いけたら、よっしゃ。俺は負けない。まだ戦える。
だ戦える。よっしゃー、まだやったぜ。男じゃねえか、アサ。魔法騎士だ。憎い。白夜の魔道か。ここで何をしてんだ。お前に答える義理など。いける。サラマンダ、まだ戦える。してやりたい。でも私にはすることがある。なんだあいつ、何したんだ。ねえ、なんか地面揺れてない？この辺りのマナが不安定になってる。マグナ先輩、ここには王国の魔導士はいないんすか？いや、ここにも結構な数が配備されてたはずだ。全然見当たらないわよ。チッ、嫌な予感がするぜ。おお、また自ら死を選ぶ愚か者か。誰だ？先ほどの連中は歯ごたえがなさすぎた。今度は我を楽しませてくれよ。見つかんねえ。当てもなく探したが、やっぱ当てはねえし、アスタと合流すっかな。仲間がそうしたいって言うなら、俺はそれを応援する。俺も仲間のみんなにいっつも応援してもらってるからな。こんなもん飯食って寝てりゃ治んだよ。そんなわけないでしょ。なんでいつも一人だけで戦うの？弱っちいてめえらを守るのは強い俺の役目だからな。何それ。何かありゃてめえら全員この俺が守ってやる。それが仲間ってやつなんだろ。そんなの仲間じゃない。いいだ。仲間。おう、どうした？見つかったのか？全然だ。やっぱそっちに合流。こっちはやべえ。来んな。どうした？もう終わりか。ならば最後の絶望をくれてやる。くそ、誰が。おい、
聞いてんのか。おい、ヤミ。聞こえてないのか。おい。ヤスタ、なんだこの化け物は。魔法帝が言ってた、白夜の魔眼ってやつだ。今の相手でやれんのかよ。やらなきゃやられるだけだ。かかってくるなり、やってるか。それにはつらい。僕らまだ戦える。さあ、待ちわめき、絶望しろ。遊びはそろそろ。まだだ。ここはまだ戦える。ここは無理をしてみて。いける。まだ。ここは諦めないのが俺の魔法だ。今よ。まだだ。やったぜ。まだ戦える。どうだ。俺たちの勝ちだ。面白い。本気を出すとしよう。なんてデタラメな魔力。そこまでだ、ベッド。気持ちはわかるが、今の私たちの目的は彼らの殲滅ではないよ。そうだったな。では行こう、ベッド。待て。拾った命を無駄にしないことだ。クソったれ、バカにしやがって。アスタさん。ミモザじゃねえか、どうした。お前いつか、あのクソメガネは一緒じゃねえのか。そのメガネ、クラウスさんとユノさんが大変なんです。お願いです、助けてください。ユノとクラウスはここにいるのか。はい。またお前たちか。カルナ。クラウスさん、ユナさん。二人とも目を覚ませ。俺はアスタに負けたくない。お前それでも俺のライバルか。 I'm gonna do probably two more videos of this and then I'm gonna two more missions and then after that either two or one more mission then I'm calling it wraps. I'm gonna upload these videos in the morning tomorrow.Let's do this.
カルナ、お前何をしてるんだ。私はカルナではない。じゃあ誰なんだ。かつて貴族。 Bro, you still gonna get this treatment, man. フレーゼといえばわかる。フレーゼとカルナの父親の人格だというの。Where is...まだ戦えた。失礼しますね。Let me take this dude out. This attacks him. Well, where's Juno? まだ戦える。Yup, taps is annoying too, you know. Guess what? I don't even have to waste my special ability on him.時間稼ぎご苦労。準備は整った。間もなく来る月食の夜を楽しみにするがよ。待て、カルナ。アスタ、私としたことが。バカ野郎、簡単に操られやがって。また借りを作っちまったな。ユノ、奴らの会は覚えているだろう。そうだ、アスタ、早くオートに戻るんだ。どういうこと。あの女、白夜の魔眼と通じている。協力してオートを襲撃するつもりだ。つまり彼女は30年前に死んだ父親のフレーゼ卿に操られていると。フレーゼ家か。あの魔法帝、そのフレーゼ卿は貴族たちに殺されたって。フレーゼ家が途絶えたのは盗賊に襲われたからではないのですか。記録ではそうなっているね。フレーゼ家はもともとそれほど大きくない家柄だった。それを30年前の当主が一代にして大きくしたんだよ。それは知っています。フレーゼ卿は先見の力を使って戦に商売に大成功を収めたとか。うん、だけどその力はフレーゼ卿のものではなかったとしたら。え？フレーゼ家の繁栄は彼が手に入れた魔道具の力によるものだ。そんなの他の貴族たちが許すはずありません。なんで。貴族の社会において名誉というものはとても重く考えられる。そしてどちらの家が上かどうか、これもまた名誉につながる非常に重要な事柄だ。魔道具の力で自分の家は追い落とされた。そんなことを知って我慢できる貴族はいない。じゃあやっぱり。うん。え、どういうことだ。カルナの親父を殺したのは親父の成功を妬んだ貴族たちだったってことだろう。それも盗賊の手にかかるという極めて不名誉な結果に見えるようにね。なんだよそれ。だが今の話は推測でしかない。記録、本当にこれが貴族の、しかも多数の手による企てならば、真相は隠蔽され闇の中だろう。ナオさん、じゃあカルナの親父は貴族たちに復讐しようとしてるのだろうね。間もなく始まる皆既月食の夜に。あの魔法帝、フレーゼ卿は白夜の魔眼と通じていました。日暮れとともに王都を襲撃すると。うん、分かってる。すでに各騎士団には対応するよう指示を出したよ。さすがっす。
じゃあ俺たちも。ああ、待った待った。君たちは大機械にとどまってくれ。え？外からの襲撃は本命じゃないんだよ。Do on my channel. 俺の名は闇。闇スケヒロだ。魔法騎士団黒の防御の団長をしている。団員はアホバカ。まあそこそこ楽しくやっている。今年は新人を二人入れたが、なんとその片方は全く魔法が使えない。そのくせ魔法帝になるとか抜かしやがって。俺はなんだかそいつを気に入っちまった。この小僧を見てると昔を思い出す。あちこちでやんちゃしてたあの頃。いつか俺の隣によく似たやつがいたような気がする。顔も名前も思い出せないが、あいつは今どこで何をしてんだろうな。しっかり遅くなっちまったな。ユリウスの旦那は話が長いんだよ。今夜はいい月じゃねえか。そういや、もうすぐ月食があるんだったな。100年に一度の皆既月食か。懐かしいな。おかしなこと言ってるな。なんで100年に一度が懐かしいんだ。思い出した。小僧、また会ったな。それにしてもこんな Yep,